お疲れ様です。はい、じゃあ椿原選手インタビューを始めさせていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。公開練習見させていただいたんですけども、率直に今の、調子はいかがでしょう。そうですね、調子は技も増えてきてるしすごくいいと思うんですけど、今日はだいぶ朝が早かったんで、それがちょっと寝起きなんがちょっとあかんかったところかなと思いましたね。引き出しは前にも増してじゃ増えてると思う。引き出しはだいぶ増えてると思いますし、パンチも変わってるんちゃうかなとは、はい、思います。練習しとっても全然感覚違いますし、はい、強くなっていると思います。初防衛戦に向けての印象はどうでしょうか。そうですね、まあ今のところこう緊張とか大きいのは何もないんですけど、まあ、今まで練習でやってきたことそのまま試合で出して、まあ、そうすれば勝てるんちゃうかなとは思ってます。どうでしょう、挑戦者っていう立場からこう防衛する側になったっていう感じで心境の違いとかはありますか。そうですね、今まではこう上の選手をもう足引っ張って引きずり下ろそうっていうふうに思ってたんですけど、今とりあえずチャンピオンになって一番上になったんで、もう引きずるやついないんで、あとはもう一人ずつ蹴落としていこうかなっていう感じですね。でも最近ウェイトトレーニングも取り入れてるみたいっていうのを聞いたんですけど、はい、効果というかプラスなその成果か始めた理由みたいなところ。そうですね、まあ、チャンピオンになって、まあ、体が貧相なのもあれですし、懸垂5回ぐらいしかできひんのもそれはチャンピオンとしてどうかなと思ったんで、まあ、しっかりフィジカルも鍛えて、さらにパワーアップを目指そうかなと思って、はい、筋トレ始めました。成果自体はやっぱり感じてますか。やっぱり体幹とかもしっかりしてきてると思うんで、こうパンチ打ったり蹴り打ったりする時の、あの軸ができてるんちゃうかなとは思ったりします。今回の対戦相手挑戦者郡司選手を迎えますけども、まあ、3回目の試合ということですけど、はい、改めてその郡司選手の印象を教えてもらえますか。そうですね、しかも3回どころじゃなくてアマチュアを含めたら僕次5回目の対戦になるんで、まあ、こう向こうがどういうのが得意かっていうのももちろん分かってますし、まあ、パンチがあるっていうのも分かってるんですけど、まあ、今までと違って僕もっと上手くなってるしもっと強くなってるんで、まあ、問題はないんじゃないのかなとは思ってます。そう、過去の試合とか見返したりもするんですか。そうです、まあ、今回対策を練るにあたって見返しはしたんですけど、まあ、その時の僕も弱いし、まあ、郡司選手も強くはなってると思うんですけど、まあ、あまり参考にはならないんじゃないのかなとは思ってます。最近郡司選手そのもう連勝中でこう、はい、まあ、調子もいいでしょうし進化もあった感じられる部分あると思いますけど、はい、そこら辺進化変化どういうふうに郡司選手のことを見てますか。やっぱ階級も上げたんでさらにパワーアップしてると思いますし、まあ、3連勝でしたっけ、いや僕けど5連勝ぐらいしてるんで僕のこともっと取り上げてくれたらいいんちゃうかなとか思ったりはするんですけど、はい、僕も負けずに連勝してるんでこのまま伸ばしていきたいなと思ってます。
まあ、お互いまあその成長して、まあ、あの進化もあってで、まあ、変わったところがやっぱり前回の試合からも多々あると思うんですけど、はい、そういった中でこう攻略法みたいなところは改めてこう作り直したりとかそういうのもあるんですか。椿原流っていうのを作ってるというふうに話してるんですけど、もともと僕作戦があの下がらず突っ込むっていうのがずっと作戦だったんで、それがフェザー級に上げてしっかり作戦も立てるようになったんで、まあ、全て考え方はもちろんそうですし練習内容も変わってるんで、まあ、それが強くなっているところかなとか進化しているところではあると思いますね。でもまあ、よくも悪くもというか椿原選手といえばこうファイトスタイルを、ね、こう結構周りの方、はい、周囲からまあ評価たくさんされる選手だと思うんですが、はい、そういった部分はいかがですか。そうですね、まあ、こう評価してくれるのはありがたいですし、まあ、いろんな意見があるのももちろんあの承知でやってるんで、まあ、あとは一人ずつ納得させていったりとか、まあ、試合重ねるごとにあの納得する人が増えていけるような、まあ、そんなチャンピオンになろうかなって思ってるんで、はい、応援しとってほしいですね。そういった部分で言うとその、まあ、今の部分と重なる部分もあると思うんですけど、はい、目指すチャンピオン像みたいなところっていうのは、はい、自分の中でこう理想はどんな選手ですか。そうですね、まあ、最終は触れられずに倒す、もう一方的にしばき回すみたいな、そんなチャンピオンをもちろん理想にはなってるんで、まあ、そうなれるようにちょっとずつ強くなっていこうかなと思ってます。なんかその姿を見せてこうそういうなんかあの周りの意見を、まあ、黙らせたいみたいなところはどうですか。そうですね、まあ、黙らせたいって、まあ、黙らせたいっていうよりは、まあ、こう誰も椿原は無理やみたいな、誰も椿原に勝てへんって思いましたですし、まあ、今は格闘技やってない人とか、まあ、アマチュアでやってる人とかにも、まあ、ああいう選手になりたいなとかそういうふうに思ってもらいたいなと思いますね。大阪府知事の吉村府知事のところにも表敬訪問あったりとか、チャンピオンになってこう K-1 のこう看板を背負いながらこう外を回る、はい、あの立場というか機会も増えたと思うんですけれども、そういった部分あの K-1 を先々も踏まえてこう背負ってきたみたいな気持ちっていうのはいかがですか。そうですね、まあ、こうチャンピオンになってそれこそこうメディアに取り上げていただくことが増えたりとか、まあ、表敬法も行かせてもらったりとかで、まあ、やっぱ外出たらあの椿原選手チャンピオンですねみたいな声かけてもらったりとか、やっぱ K-1 ってすげえねんなって、他の団体とはもう一味も二味も違うと思うんで、まあ、その中でこう偉大なチャンピオンたちに並んでチャンピオンになれたんで、これから僕もあのしっかり引っ張っていって僕だけの道で引っ張っていけたらいいなっていうふうには思いますね。そしたらじゃあ最後にあの試合の意気込みを最後にお願いします。12月4日 K-1 大阪は月新会3人出て、しかも輪島さんは僕とダブルでタイトルマッチ組んでもらってるんで、2人でしっかりベルト守って取ってリングの上でベルト巻きたいと思ってます。月新会チーム侍の応援けど一番は僕の応援をよろしくお願いします。おっす。